アティン、おーいしょ、アミカ、エン、ヨシ、タロウ、名前だ、ほわ、好きなごはん屋さんは韓国料理、シャリハー、キリンジー、あーキリンジーキリンジー、めっちゃ悩んでる、スタバ、スタバですね。はい、ということで今日はそんな感じの企画になります。満喫系の企画、おいいですね、JK からそんな言っちゃっていいですか。はい、タイトルは4848歩ぴったりで満喫できるのはどっち、体内歩数選手権。おー、いないよ。スマホに入ってるマンポ系のアプリありますよね、はいはい、そう、測るやつ、あれを使った企画になります。なるほど。そう、2チームに分かれるんで3人で4800でお金の制限もありません。うわ、おー、え、じゃああれな、勝負どころっていうのはその歩数だけってことやな、うん、つまりじゃあ歩数の間やったら何してもいいってことやからな。そう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 、でもよく考えてしないとダメです。まあ、チームも、チームはでしょうね。なるほどね、はい、チームブラック、チームブラック、チーム大人、チーム大人になります。チームロンゲ、で、はい、1日の平均ってどんぐらい、1日の平均調べたら自分は 4,5 千歩でした。おお、これだから3人での合計歩数ってことだ。だからまあ大体1人 1,600 歩ってことは1日の3分の1、半日、半日以下ってことですか。もうあるから、で、もちろん、ただ満喫できるだけじゃありません。はい、はい、罰ゲームが、なるほど、罰ゲームは、負けたチームが相手チームの満喫した分のお金おごらないといけません。なるほど、うざっ、こっちが負けちゃったら自分のもこっちのも払わないといけなくなる。やっぱうまいことか、そう、うまいこと、もうやばい、もうよく考えちょっとうまいことか、ネルネルネルとかやんじゃない。ということで、はい、今からアメ村満喫していきましょう。せーの、レイヤー、まあ、リアルに多分今こうちょろちょろしてる間だけリアルにまあ150、うん、多分50歩、合計したら150歩ぐらいやな、うん、1人50歩歩いてると思うね。まあまあなんやで、てか意外とねあっという間やと思うね。そろそろで俺4月の平均が、うん、さっき万歩計見た時4月俺平均9000歩歩いてた。エゴすぎるやん。だから次結構はちょアホ3人やからタップダンスしよう。そっか、すぐなんや。おいおいおい、じゃあとりあえず何食べながら行こう。せやな、まあ、9やな、うん、いやじゃあ3ずつ上がってみよう。次10にやな。これな、一歩大股に行ったらいいの、はい、くで、いや逆にスマホに振動与えんかったらいいんやろ。せやな。おいすごい、おい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 、ほら、アメ村といえばやっぱ何、ベビータピーがベビータピーがベビータピー、今日誰、今日ユキキですね。ユキキか、行ってみる、さっき行ったの、みんなで歩くとき、せーの1,2,3,4 ってやったら行ってたよ、絶対よかったやん。でも待って、ちょっと見て、足のスピード見たらねちょいちょい違うのよ、私めっちゃ速いね。小股ポッ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 ポがえんちゃん、多分長いで、俺はこうやって普通になんか変わる、この回せる、あの足が短いって言うとか喧嘩せんといて、身長ちっちゃいもん同士頑張ろうな、うるさい、話しかけるんじゃねえ。いけいけ、ほら、いらっしゃいませ。おい、何がいい、踊ってるわ、言ったー、何のやつこれは。ミルクティー、いつもの私スペシャルで、スペシャル、オッケー。じゃあこうベビータッピー見れるってことやな、見えます、やってくれよ。やります、任せてください。ここまでで50本あるんですよ。嘘やん、うん、そんな飯をがっつり食ってデザートを食べ歩きするか逆、あ、一旦ね、どっちか、うん、せーのでこうかこうで、飯をメインとするかデザートメインとするか、せーの飯、こうこれ見て、俺天才かもしれん、これこの右足固定、バッグにスマホ入れてるからこうやったら、うわ天才やん。 Yo Yo Yo、 なんか踊らされる、でもこれ出せるやん、これ出せる、心弱、これ出せる、これ出せる、聞いてきます。黒糖
国道やちょっとどうなってるんですか私が一番聞きたいよ本当に教育がなってないんじゃないですか私、縦抜きの国道タピ抜きの黒糖タピ抜きのビルクティーよあんたタピオカ屋さんの店長やんね飲みすぎてんねん店長やからこそさ強くないんちゃうやり直しまーすお願いしまーす雨抜きだはい、最近だそんなかぶりちょっと、お前ら遅いねゆきちょっと、そんなかぶりあるお前ら遅いねいや、そんなかぶりじゃんやいやいや、ちょっと待てや待てやさっき入ったから、ちょっと出てもらっていいいやいや、ダメあーもうかぶ…後入りはダメだからまさかかぶるなんてことないですよねだから、帰りとかに酔ったのうんはい、バイまたねー出禁のお客さんあ、出禁だちょっとあの営業中僕出禁、西田がベビタビ出禁子なのであーほんまや今困るわやばいってことは、お二人はごめんなさい一回店長してるでも、ちょっと俺もアルバイトやったうわ、幸せのパンケーキはバリご飯とはご飯とはいや、あのご飯パンケーキあるからご飯パンケーキどういうことあのオムレツと、うん、オムレツとサラダとパンケーキへーどうですかあれじゃねうん、じゃんけんで決めよう。あ、じゃあ、あのみんな一つずつ店決めよう。うんうんうん。パンケーキ。あ、ちょっと行こう。無理や。行こうもう。あいつらがなんかした時が危ないから。ガチ柄悪いし。怖いわ。怖いわ。え、ちょちょ、よそ。友達って感じある。なんか見て後ろ姿。はい見てはい。え、僕たちこんなクリアでね、可愛いらしいんですよ。私たちおしゃれ。私たちおしゃれなんですよ。私たちカジュアル。ガジ。ハンバーガーキリンジ。ハン、待ってハンバーガーがキリンジ。ハンバーガーかキリンジであまり。スタバ。ああ、スタバ今。最初はグー、じゃんけん、ほい。ちょっと待ってな。もう一回。うん。最初はグー、じゃんけん、ほい。あ。最初はグー、じゃんけん、ほい。おお。最初はグー、じゃんけん、ほい。ほい。でも行きましょう。いますね。せーの、ベビータッピ。よいしょ、ありがとうございます。ありがとう。職人や。まあなんか雨村あんま行ったことない通りとか散策したよね。まず裏とかね。ね。ちょっと右曲がる？右行きましょう。行きましょう。ちょっとあの竹は LG ですよ。さてことで、はい、パンケーキ食べましたごちそうさまでしたさてことで、まあ、一応歩数なんですけども、はい、まあ予想していこう結構歩いてるけどでも割と座ってる時間が多かったから今でもちょっと歩いてる300歩ぐらいあるじゃん300、300、300 400、500行ってそう行ってるかじゃあ500、500、500で一応1500の関数にそんなちょっといや帰り道考えたらじゃあ今500だから1500、うん、あと3000やから、今からじゃあ僕たちはちょっとだけお買い物しに行きたいと思いまーす食べたセック出ちゃうっていうか、甲賀流とか全然食ってないでしょわーありよりのありいただきまんとひひえいいただきまんとひひえいいただきまんとひひえい一口ほんまにこれの予想ねじゃあみんなせーので今の予想歩数いってこうあ、合計3人合わせ3人合わせ自分のも大事だけど合計のだ3人合うの合計する、うん、大体俺ちょっとみんなより200ぐらい多いと思うからあ、そっか多分100歩あれしたもんな OK せーの、762え頑張ってえ、2000え、700え、3人でねうん、3人で2000はやばいっしょガチ行っても1000じゃんそう、行っても1000まあ、ちょっと真相わかんないうん行きましょうはいよね、うちの新人をちょっと紹介したいと思います。はい。
前出ちゃって。俺今バチイケかもしれない。エクステタンクトップ。今日エクステタンクトップで集合ってユニバ言わんかった。ユニバ。コードね、ドレスコードね。ああそうです。必要じゃろうか。面白いと思ってつけたんですけども、意外と好評だったと。ただこれ僕人生最初で最後のエクステ。じゃあどこや。借金か。オーパー。オーパー。なんか。おまりさん、トロシーじゃない？あ、俺だった。俺だったか。いろいろある、すげえ。すげえ。ドラゴマケナコ。ドラゴマさんやろ。トロ社長や。どっちがトロ社長？皆さん問題です。どっちがトロ社長でしょうか？多分右か。絶対こっちでしょ。やんな。こっちでしたあれは探してね。どこにいるちゃん。で上司やん。違う、俺と同じポーズの俺を探して。俺と同じポーズの俺探して見つけて。あいつや。正解。ごめんなさい。迷惑かけてる。ありがとうございます。あきら、こなつのばままま。もうわざわざ挨拶に出てきてくれたら嬉しい。あきら、こなつのばままままです。じゃあ、インスタグラムのキュアです。インスタグラムの QR コードです。バナナジュース大好きな人はチェック。バナナありがとうございました。ありがとうございました。感想聞きたいよ。じゃあちょっと一口いきますか、はい、うまっ。マジでバリうまい。へぇ、いただきまんとひひ。へぇ、ごめんな、ごめんな。見てもらえよ、じゃあ、お前。いや、お前、天さんが見てんだぜ。うわ、これめっちゃうまい。え、マジ、見て、残業決定やって。残業できる、この味なら。残業決定は。お前、残業決定な。ねえねえ、ユウたちは、ユウたちはこれどれがいい、一番いい言うてろん。最近のやつは、ジャケの方が詳しいんじゃない。ジャケちゃん教えてや。キューナー、なんかあれ、イケてる感じ。あれ、キューナーの結構タンクトップ、サングラス、エクステイコール、キューナーやな。リアル今、みんなの合わせてったら、まあ1000人1100ぐらい。今ちょうど1100、1200ぐらいでしょ。だと思うから、まあちょっと、多分みんなが行ったことない雨村の細い道とかと、何やってんの？何やっとんねん。光れんぞ。うん。カメラ持ってますよ。あ、全然いいですよ。よっしゃ、見ていこうぜ。どうだったらどうすか？え？お前こんなとこにおったんか。久しぶりやな。おい、いいな。俺も中学校じゃ友達がマジ。ちょ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 、しようしようしよう、俺しよう。ちょ、お兄さんに、あ、えんちゃんはもう自分で選べるな、自分の趣味みたいな。ごっこり多いだから。ちょ、俺と若葉なかなかさ。はいはい。お兄さんにおすすめなんでもらえ。あ、バカにしてる。いや、俺一人行こうと思ってた。あ、マジか。俺もトロシャおるやん。俺ガイコちゃう。ガイコちゃうね、おい。ガチじゃ組んでいいですか。あ、じゃあちょっと俺のと、じゃあカメシャなんていいんじゃないですか。 OK。 何系がいいとかありますか。お兄さんが俺をかっこよくしたいと思う形で。マジですか。いいんじゃない。女の子出しすぎじゃない。サンタさんあんな知る知るじゃん。いいじゃん。ちょっと出れるか。そこ外れてるか。チーム、はい、こっち。やばい、はい、めっちゃチル。めっちゃチル。チル優勝。アミチルは。アミチルもええやん。ちょっと俺ザコチル。あ、かわいい、かわいい。でも俺外れた。太郎社長が出てきたよって。お、ディン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 。よし、マイクがかっこいいな。わ、いいよ。
迷彩とか珍しいですね。いいね、いいね。もういいかも。いいね、いいね。私黒の方が好きやから、うん、黒バケ合うかな。こちら購入ですか。購入です。あざやーす。購入感じ。だってこれなあ、4848個近かったらただやからね。そうやな。そうやで、ね、ただやった、やった、やった、やった。マネージャーのクラブかわいいね。でもすげえ、すげえ。興味ある方は、あの興味ある方とベルト、ケイスケ君がベルト欲しい方はここからチェック。お願いします。もしかしたらみんな用のベルトいっぱい揃えてるかも。ありがとう。俺の普段の遊びだね。この下です。いや、おもろ。おもろ。おもろ。なんで？おもろ。何何？いつもやってるところや。何何？みんな夜の世界へようこそ。この今の時間帯ね。あ、そうなんや。もうこんなおしゃれのにゃん。うわ、おしゃれ。おしゃんだにゃん。アングラですね。こうスワマがやったり。へぇ、いや、おしゃれ。映え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 。ちょっと立て立て、普通に二人で。もういいね、いいね、いいね。今ちょっと予想、今ぶっちゃけ中間どんぐらいか。いやー、今2600ぐらいじゃない、ま、同じこと考えてる。そんなもんやから、まだまだよ。意外と外せないとか。じゃあぐるっと一回端っこまで行ってみようよ。 OK。 え、チルちゃん、え、ま、チルちゃん、ちょっとそこ並んで。落ちた、チルじゃねえ。さて、ここでですね、あー、アンケさん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 、うん、歩数をな減らそうとするな。チームの世界から分かりやすい。え、でもな、俺自分的にやけど結構ええと思う。パンケーキぐらいの時に感じた、うん、多分あの時に500歩ぐらいやった。あ、でも満喫したけど、うん、止まってる時間も長かったから、うん、結構いいよね。だってさっきの500歩を3回繰り返した分やね、俺ら3人。確かに。で、考えたら結構あれじゃね、食べ歩きとかじゃなかったからさ。とりあえず一旦事務所ついたんで、多分買ってると思うんで、俺買ったらいいの。え、負けたらあれだよ。あったら向こうのなんかチル買いもん全部払わなかった。あれはちょっとしんどいね。もう何買ってるかめちゃめちゃしんどいね。じゃあ今からチル系で歩数稼がまず上がろうぜ。いや、程よく足疲れましたね。疲れた。これ4848個で言うやわ。これ今多分4000ぐらい今ちょうど来た。これ、うん、結構いいよ。僕らもしかして結構店回った。セットあるね。ベビータピー、たこ焼き、バナナジュース、服屋さんで、これ、うん、で、あのタロシャの友達の店、もう6軒も回ってる。これ4840円でしょ。7000。お久しぶりです。何やってんの、さっきおっぱい。うちらチルじゃねえ。俺も変わってっし。うわっ、待って、はい、さ、ネックレスチルじゃん。そう、バレチル。え、チル。ダナナナナバナナナナナナナバナナ。一番好きなアーティスト、せーので呼んで。せーの、ミスターチルドレン。ダナナナナバナナナナナナナバナナ。チルやけど、いや、この曲歩数やから。そうなんだ。どういうボケちゃうから。じゃあ最初に、まあ歩数見る前にどれくらいの金額ざっくり、そうですね、なんとなく。そちらチームから、7000円です。あー、7000円のリチルって、うんうん、で、これ、うん、これ110円安っ。全部で7000円。全部で7000円。え、こちら、マジでマジで言ってる。うん、え、まず、じゃあ、じゃあ、タロちゃん、全部で1万、え、え、1万9000。あ、全然2万いかんもんね。私が、約3万円。え、1人、え、お姉さん、若葉、若葉、若葉、何買ったかなと思って聞いたから。え、何買ったやばい、これ激レア商品。めっちゃレアな商品で、もうそのお店にしか売ってない。うわぁ、バリー花道。ノー、見とこ。ノーノーノー。いや、結構レアし、2980円。下かい、下かい、上の。こちらが合計が3200円。見よう。
3200円。よし、見よ見よ。はい、せーの。ええ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 合計1846。やばい、負けちゃったかもしれない。マジ、あの問題マジやばい。ごめん、これチルだ、チルごめん、ね、これでチル、それでチル、それでチルで、それでチル、マジであの笑いはちょっと待って、こんなに回ってた俺らより帰ってくるの遅かったなのに、そんぐらい分しか楽しんでないと思って、逆に言えば。いや、負けないよ。それでは発表させていただきます。ごめん、タロエンパチーム、マジごめん。合計歩数17,93。え運動や、自分ら運動してるやん、ちゃんと楽しんでな。一万多すぎやろ。何が腹立って、これに、これなんぼ、これ3200。腹立つし、普通にやった、うちに俺ら3000払わなかった。じゃあ、そっちのチーム、こっちの3200円払ってもらって。そんなこと、あ、いや、1万円。あ、そうだ、その1万円もらって。喜んで払わせていただきます。すいませんでした。くっそー、ということで、うちら負けとしたよっしゃ。チェルジャンね。もう、あの、こっちが勝ってるけど、どっちもほぼ負けみたいなもんなんですよ。いや、そうやね、正直悔しい。まあ、俺らが負けたけど、今回は。次はちゃんと4800円。いや、次はちゃんとしよう。4848、3人少なくない？いや、それはまあちょっと少ないな。だから、キリよく、484,848本。できるか。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。